A トーク4クランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4映画分筆家の児玉瑞希ですクランクイン編集部の阿部です本番組は映画、ドラマ、小説、漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストを呼びしきっと誰かのためになるトークを展開する番組です今回は前回に引き続き丸の内の森レディースクリニック院長の孫美穂先生にお越しいただきました 今回もまた、コールジェーン、女性たちの秘密の電話を起点に、いろいろ、あの、女性たちの体についてお話ししていければと思います。お願いします。 よろしくお願いします。ます先週も白熱して、あ新しいことたくさん知れたんですけど、はい。すごく勉強になりました。やっぱりこう、日本で、なんか、うん、なかなか正しい中絶とかの情報を得るのが難しいのでうんうん、うん、そうですね。アクセスしにくいですよね。そう。今日は勉強になってます。2022年に、まあ、はい、コールジェーンとかを経てあの得られた、ロータイウェイド法。 <が>もうタイウェイドホールが覆えるという。そうで、ん、<laughs> 2022年に覆えるっていうのが驚きの。トランプのせい <laughs> トランプがなんかこうね、最高裁の判事に、なんか息のかかったやつをいっぱい送り込んでて、はい、次元爆弾みたいに、なんか覆ったっていうふうに聞いてるんですけど、うん、そんな感じなんですかそうんはいうん、そう。そう,、ね、そういうふうに聞いてますね。<laughs> そういうふうに聞い,て聞いてますね。な,なんで今さら、 そう、覆っちゃったんだろうっていうのが。いや不思議なんですよね。いしい国ですよね、うん。本当に怖いですよね。ただ一方、フランスでは、あの、最近憲法に中絶の権利が明記されたっていう報道も入ってきて。そうなんですね。なんかこう、フランスとアメリカで明暗が分かれて。フランスは私、去年、ちょっと視察に行ってきたんですけど。そうなんですね。はい,はい。 こう若者は中絶も否認も無料なんですよ。すごい。で、親にもバレずに、みたいな感じで、えー、できる、なんかもう整ってて、えーはい、やっぱりフランスってなんか市民戦争の国じゃないですか。はい、うもうなんか自分たちで勝ち取った権利みたいな感じで、で、その、私も実際に薬局に行ってアフターアピールを買って、 買ってみたんですけど、うん、4.8ユーロ、当時のレートで800円ぐらいかな。あ、誰でも買えるんですか<ー>で誰でも買える。<ー>で、25歳、25歳やったかな以下はただなんですよ。うん、で、それで薬局で、もし、これまあ私どう見ても22歳とか見えないんですけど、私が、 あの、22歳なんですって言ったら、ただでくれるんですか <laughs>、はい、って言ったら、そういうふうに嘘をつく人は絶対困ってる人やからあげるって。えー、えー。身分証とかもいらない、ね、全然いらないんですよ。えー、なんかすごいな。なんでそれができるんだろう。えー、そねえそのためにやっぱり予算が割かれてるんでしょうね。もちろんその薬自体はもう、もう本当に日本と同じやつですよ。うん、レボノルゲストレルっていう薬で。 まあ別に本当そんな作るのにお金がすごくかかる薬じゃないから、日本は本当承認がなかなかされなかったので、もうその薬2012年やったかな。まあ入るまでにすごい時間かかったから、結局その製薬会社が今までかかったお金を回収しないといけないじゃないですか、ジェネリック薬が作られるまでに。そうすると高い値段になるんですけど、まあフランスの場合別に ちょっとどういう経緯で承認されて販売されてるのか分かんないけど、なんか普通に安価で売ってるし、ね、まあなんなら若い人はただみたいな。うん、じゃああの、あのことっていうフランス映画も、フランスの現地の人たちが見たら、うん、本当に遠い歴史というか過去とかがそういうふうに見えたんでしょうね、<ー>よりそ。そうでしょうね。そっか、国内から見るのとまた、ね、全然、うん、日本から見るのと,のとフランスで見るのと違う気がする。そうですね。確かに。うん そうですね。同じ国でもちょっと前まではね。うん、でもやっぱり中絶って絶対にこう必要な時は、やっぱり闇でやるってことですよね。あの、あのこともそうだし、うこう、帰省したって必要な人はいるんだから、だからロータイ・ウェイド・法が覆ったアメリカでも、 みんなやっぱり困った人は何とかして、うん、で、最悪無理だったら今度は赤ちゃんを遺棄するとかしかないじゃないですか。いや、そっちの方がね、ちょっと怖いですよね、それ。だからでも、日本もいつ、 できなくなるかわからないんじゃないかって、なんかアメリカの動きを見ててちょっと思って、やっぱりその脱退罪っていうのが残ってるからなんか怖い気がするというか、今あの経済的理由っていうのがあるから結構中絶が自由にできたりするじゃないですか、日本でも。でもなんか一回なくそうとした動きがあったみたいなことを聞いたんですそうですね。ありました、そういう時代が。はい。まあその日本今こう、赤ちゃんを こうお腹の中で育て続けることで母体の健康に著しく負担がかかる場合っていうのは中絶できるんですけど、うんはい、それと経済的な、あの、事情を、経済的に困窮した赤ちゃんが育てられませんっていう人は中絶ができるんですね。うん、でこれは、まあ、それを拡大解釈すると、うん、まあ、その、まあ、ちょっとお金ないんで、じゃあ、これに該当しますね、中絶しましょうみたいになるんですけど、<laughs> はい、でも一方で、 そんな子供を欲しい人が経済的な理由で諦めないといけないっていうのもすごい残念な話じゃないですか。なるほど。で、そ,それを中絶を認めるよりも、もっと見たい人を支援しようよっていうのも、まあ、まあ、それは理屈もわかりますよね。で、それで経済的にこんな中絶できるとかなくそうみたいな、まあ、発想もあったかと思うんですけれども、ちょっとその運動してる人たちの、こう、なんか、 プロデューサーが誰で、どういうシーンになるのか、私もちょっと詳しくはわかんないんですけど、<laughs> でもそうすると、じゃあ中絶します、お金がないんですって言い訳が通らなくなるっていう。<ー>だから、やっぱりそれは、その理由はまあ認められつつも、<ー>なんか、その、本当に育てたい人が経済的な理由で中絶をしなくて済むように、子育て支援とか、そういう貧困対策とかをすべきなんであって、その、 で、条件を取ろうっていうのはちょっと違うよなと思うんですけど。うん、そうですよね。で、もう一つ、まあ、今回のこれのテーマにあんまり関係ないですけど、はい、日本って赤ちゃんの病気を理由に中絶することはできないんですよ。あ、そうなんだ。赤ちゃんの病気だったら母体にも危険が及ぶ可能性があったりするす、ねまあ、そうですね。なんか、なので一応胎児重症って言うんですけれども、うんはい、赤ちゃんに、もうほ生まれてから、 こう子宮から出たらすぐに亡くなってしまうような重い病気があったとしても、うん、それを理由に中絶することはできないんです。えー、だから、だ,だけど、まあ日本なので、まあ、その赤ちゃんを産み育てることで母体に 一しく負担がかかるって言って。<laughs> えーえー、本音と建前がなんかすごい。<laughs> そうなんです、本音と建前が、うん。じゃあ22週を超え、中絶できる22週を超えて病気が発覚して、それはもう無るしかないです。そうなんです、ね。イギリスとかだったら、例えば本当に重い赤ちゃんの病気が見つかったら10ヶ月でも、 中絶っていうか、まあ、お腹の中の赤ちゃんの心臓を止めてから出すことができるんですけど、日本、えー、はもう本当に22週を超えてしまってから、それこそ頭蓋骨がないとかいうね、うん、そういうすごく重い病気が見つかっても、もう人痛くるまで、待持たないといけないんですよ。えー、なんかブラックジャックの世界っていうか、なんかそういうの見たことあるんですけど、ね、なんか頭のない赤ちゃん,なんあの、武道寺の赤ちゃんね、ありましたね。<laughs> すごい、そんな記憶しかないんですけど。 あ、じゃあ、死ぬと分かってて育てなきゃいけないってことですかそうなんですよ。えー、まあ、この辺はね、やっぱりその赤ちゃんの病気を持って、うん、その妊娠を中断するかどうかっていうのは、もうその人の社会的事情とはまた別の論争があって、まあ、産婦人科医の中で女性の健康や権利にすごく熱心な先生も、うん、病気を、赤ちゃんの病気を理由に中絶っていうと、急に、 なんか、それは命を選ぶのは良くないみたいなこと言ったりする先生もいたりして、で、まあ、私は割と、あの、胎児の病気を、こう、診断するのが専門で、それでイギリスに留学してたこともあって、イギリスではもう、割とその、もう、国民、国民全員というか、妊婦全員が、国のお金で出生前検査を受けて、もちろん、見つかったところで、産む産まないを個人が決めれるんですけど、 割とこうシステマチックに赤ちゃんの病気っていうのは診断していこうみたいな感じなんですけど、日本ってなんかそういう検査を受けるだけでもなんか親になる覚悟がないのかみたいなことをまだまだ言われる。だいぶ変わってきましたけど、そういう国で。 いや、なんか一方では、なんか中絶は女性の権利って言ってる人が、でもなんか命を選ぶなんてって同じ、同じ人が言ってて、えー、こっちはダメなんですかみたいな。あなたそれジャッジしてますよね<ー>みたいな感じなんですけど、まあ、なかなかこれはこれで別の難しい問題なんですよ。えー、なるほど。出生前検査、なんか言いづらい。それを話題にすることも結構日本ってしづらい、やっぱり。少なくとも芸能人が、あの、妊娠されて、はい 私、出生前検査を受けましたとか言って公表してるのは多分、東尾り子さんぐらいです。昔し、してましたね。そうですね。あんまりないですね。<ー>そう言われてみると。そうなんですよ。もちろん受けてらっしゃる方もいるし、はい、だけど、そんなことを公表して自分の好感度が上がるわけがないでしょ。そうですよね。はい、おそらく命の選択みたいな風に叩かれる。ますよね。 仮にあ日本も NIPT っていう胎児の DNA を、胎児の DNA って、お母さんの血液中にも流れてるので、それを取って調べると、その染色体異常の一部が分かるんですよ、ダウン症とか。で、それを、他にもそういう検査あるんだけど、その検査が外国から入ってきた時に、厳しく規制したんですよ。命の性別が良くなるいじゃいそしたら、もうコールジェーンと同じですよ。 なんか、年齢が35歳以上の人しかダメとかにしてたから、なんかそうじゃなくて、その該当しなくて受けたい人がみんな闇のところで受けてたんですよ、NIPT を。そうなんですかいまだ,だに闇の NIPT 施設が、なんか認可のところでは調べないような項目をうちは全部調べますみたいなところがいっぱいあって広告も出しまくってるんですよ。へー。へー なので、まあね、需要があるところで規制しても闇に潜るっていう。やっぱり闇の方がすごい高額だったりとかするすか最初は高額だったんですけど、今はなんか、まあ、あんまり質の良くない検査をうちの方が安いよとか、うん、なんかこんな項目も全部調べられちゃうみたいな。うん、調べたけど、でもそれ赤ちゃんの病気のすっごい稀なやつを調べてるだけですよね、みたいな感じなんですけれども、うんえー、まあなんかそんなんで、 さっきね、なんか、あの、先週はその、中絶に対し、はい、に関する情報って、なかなか調べてもヒントしにくいな、うん、みたいな話がありましたけど、うん、この、まあ、妊婦、じゃあ妊娠しました赤ちゃんは元気でしょうか、うん、と思って、ネットで普通に検索したら、はい、あの、上の方に出てくるのは、その、闇のそ、あの、クリニックばっかりでした。そうなんですね。そう,そうか。なので、やっぱり、まあ、もちろんそういう医療の、 こうビジネス寄りになってしまってる一部のところがわーって広告を出してるっていう構造も良くないけど、んなんかもうちょっとこうみんながこうまともな情報にアクセスできる仕組みとかをなんか作ってほしいなと思って。ううううそうですね。なんか。 ね、命を理由にこう叩く人がきっといて、だからこそ経験談をシェアできない状況になってて、アクセスすべき人がアクセスする情報にたどり着けない、ね、お金を払う広告にばっかり。なんか中絶とかそういう話って、ちゃんと国が、うん 情報を出してたとしても、国のことを信じられないから、うん、<laughs> 信じられない情報かもしれないから、やっぱりなんか J、ェみたいな、なんかみんなで団結して作るとかしかないのか、わかんないですけど。そうですね。うん、でも本当私もなんか調べ物する,するのときに、うん、日本語で検索するのと、 例えば、英語で、病名、なんとかっていう病名について調べるときって、うん、まあ日本も学会のホームページとかヒットする病気もあるけど、やっぱり英語とかで調べると、うん、その、もう海外の、例えば大学病院とか名誉クリニックみたいな大きい病院とか、そういうのがちゃんとホームページ作ってて、それがわーあって上からヒットするんですよ。それを、れをまあディープ L 翻訳とかで、<laughs> <laughs> そんの方がいいですよ。そのまま読めようって感じなんですけど。 サイトとかもあるから、ぜひ、もう英語で調べてみるっていうのはありかもしれないですね。なるほど、そっか、なんか今ね。確かかります、英語で調べてみいまとめサイトが病気をこう煽るような、なんかね、<う>不安を煽るようなものが横行してるから。 ワって検査を受けさせたりとかね。薬を買わせたりとかね、いっぱいあるから。なるほど。<う>今あの、東京都が卵子凍結をすごい押し出してるじゃないですか。あれは先生的にはどう思われてますかいや <laughs> もう卵子凍結ね。はい、いや、あの、まあ、卵子凍結は、あの、女性の選択肢として、どうしても、はい も、もっと技術が進んでほしいというふうに思っています。はい、やっぱり、まあ私も35歳と39歳で子供を産んだんですけれども、はい、まあなんかやっぱり、こう、 出産するね、チャンスとかがないまま、35歳とかになって、埋、うん、める保証もないし、うん、かといって、なんか早くもしチャンスがあって産んだら、今度はキャリーを捨てないといけないし、うん、なんか女性ってこう、いつ産んでも結構難しかったりするじゃないですか。で、まあ、男性よりもやっぱり女性の方が若くして妊娠しづらくなっていく。うん、これってなんか、もう、それがあるからみんな早く産もうってなって、うんうんうん で、キャリアを犠牲にするみたいな人もいると思うので、うん、やっぱりその、後ろに置いておける卵を。うん っていう技術が進むっていうのはすごく望ましいと思うし、実際進んできてるとはいうふうには聞くんですけどで、一方でやっぱりまだまだそんな確実な技術じゃないし、まあその、まあ海外でもね、何百人も卵子凍結をした,した人は追跡しましたみたいな文献いっぱい出てくるんですけど、はい、まずそもそも卵子を凍結した人は、まあ別に凍結してるけど自然妊娠のチャンスが あって妊娠したら、もう卵子使わないし、あ,<ー>あとはやっぱりパートナーが見つからないまま45とかになったら、使わなかったねとかになる人もいるので、うん、そもそも、その、卵子を取りに戻る人が少ないんですよ。その上でさらに、まあ、凍結したら、卵子が解凍したらダメになってたりとか、結局妊娠できる人っていうのはもうごくわずかなんですよね。 ただやっぱり、凍結しなかったら可能性ゼロになっちゃうじゃないですか。なので、してほしいけど、私の意見はですよ。乱子凍結はいいけど、技術としては進んでほしい。だけど、公費を出すようなものなのかなと思って、で、まあ東京都なんかも本当に子供減ってきてて、まあ日本全国減ってきてるけど、はい 少子化対策もまだまだ十分とは言えない。だって東京だけ出産の、うん、あの、自己負担がめっちゃ多いんですよ。<ー>あの、一時金で足りないから、うん、ま、要は東京都の産院がみんな高いからね。うん、まあそれなんでも東京は高いからしょうがないんだけど、全国一律で50万円もらっても50万円くれるんですよ。一時金とかね。え、うんはい、だから、 そういうところをもっと補填するとか、なんかやりようあるやろうっていう感じなので、うん、え、ここで先延ばしにするところにお金かけんの <laughs> <に>みたいな感じで、はい、まあ、まあもちろんね、20万円ぐらいしか出してくれないから、結局何十万円かは、その、凍結する人が払わないといけないんですけど、うんうん、なんかそう、で、まあ他の自治体とかも、 まあ、東京都でそんな話題になってるんだったら、うちもやるか、みたいな感じになってて、よー,ー。そこじゃない感がありますね。そう、そこじゃない感なんですよね。ね<ー>もちろん、例えば、まあ、民間企業とかが、うちのなんかに優秀な若い人に来てほしいと。うんうん、それで、まあ、ね、海時とキャリアでの悩みをなくして、うんうん、この会社で力を発揮したいと思ってほしいと思って、 なんか、社員にお金出しますとか、まあ、それはそれでね、うん、なんか、それでいいなと思って優秀な人が勤めたらありだしとか思うんですけど、なんか、公のお金を出すような確,確実な技術でもないし、先延ばしにするのに、 そうですよね。あの、2019年の映画で、セイントフランシスっていう、うん、あの34歳の女性が、その映画の中で、お母さんと卵子凍結の話をしたりするシーンがあるんですけど、なんか私も卵子凍結っていう存在は知ってて、で、なんかそういう手段もあるのかって思ってたんですけど、なんかいきなり国がじゃあそれを支援しますってなった時に、結構もうバッてなんかいろん、 な情報が出て、うんうん、なんかそんな盲信的に卵子凍結を、なんかすごい魔法みたいに信じちゃっていいのかなと思いましたし、なんか費用とその確率、本当に赤ちゃんが取材できる確率が見合ってるのかなとか、いろいろ疑問ですね。本当に対費用効果がめちゃめちゃ悪いと思います悪い気がするんですよね。うん、なんかその助成してもらったとしても、まだ割り合いが。 悪い気がする。うん、要は、その自分がかなり持ち出さないといけない分ぐらいしか女性してくれないし、んはいはい、でん、まあ、ととしても、それで何千万だか出して、で、そのおかげで生まれる赤ちゃんが何人いるのって、まあ、結局政策でみんなのお金使ってるから、じゃこの政策は何を目標にして、こういう数字を、こう、その尺度にしますみたいな。はい はい、なんか見えないまま出してるから、んな,<に>なんかもう小池百合子の原体験感じ <laughs> <laughs> に見えちゃうんですけども。安倍 <laughs> ちゃんは乱子凍結とか考えたこといや、全くないですねあ本ね。な、な、なんか。え、どのタイミングで知りました東京都が。 女性した時に知りました。なんかその精子バンクの逆はなんだろうと思って調べたことがあって、<laughs> 女の人もすごいあの学生の時に精子、うん、バンクがあったら卵子もオーロンで給うか卵子バンクそうそうなんだかなそう行き着いたら卵子凍結にたどり着くみたいな、えー、もうすごい興味本位で調べたのが結果形。うん、先生確かあの出産日はずっとあの無料にすべきみたいな風に言ってましたよね。ね多分そっちに何かお金を使った方がいいのかなっていう気がして、うんね、まあなんか あの、この週末もなんか、あの、ツイッターっていうか、X では、なんか出産費用を保険にとかいうのを、うわーってなってて、うんうん、私も、ぐいーって書いてたん, <laughs> んですけども、なんか本当に、その、出、なんか保険適用っていうのを、魔法やと思ってる人が多くて、んなんか出産費用を保険にとかうけど、保険にしたら3割払わされるよとか、<ー>個室代とか、 なんかご飯代保険聞かへんよ、みたいな。<ー>結局高くなると思うけどっていうのと、まあさっきも言ったけど、結局なんか地方はその一時金の50万円で足りてるところが多くて、東京だけ突出して高いから、うん、そのためになんか全国のなんか出産費用のシステムをいじるより、うん、なんか東京でなんとかしたらと思っていて、うん なので、やっぱりなんか子供を産むのに何十万円もその時にかかるっていうのはすごく重いし、うん、まあ私も出産をすると、まあ、その一時的に収入は減るじゃないですか、自分の。昔はね、なんか夫がそのまま働いて、奥さんは元から働いてなんから収入は変わらないっていう家が多かったのかもしれないけど、やっぱりなんか産休を取るなり、うん、なんか一時退職するなりすれば、なんか収入減る時に、 え、何十万もえ、じゃあ、何これ私が個室を我慢したらいい流れみたいな感じで。<ー> <laughs> なんか他の赤ちゃんが泣いている大部屋に行くみたいな人だとてきっといると思うし。なの<う>で、まあ、ここはですね、やっぱりちょっとそういうところの持ち出しがなく埋めるようにしてくれてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。う 外国だと出産費用無料のところっていっぱいありますよね。あまあでもアメリカみたいに何百万もかかるから、はい、ああ一泊で退院しないといけない国とか。えぇ、じゃないですか。<laughs> でも一泊で退院する国いっぱいありますよ。えー、<laughs> 日本みたいに4、5日入院してるのは実質産後ケアがちょっとついてる感じ。これ結構手厚いんですよ。う はあ、そうか。じゃ一概にはね、言えないですね。いろいろね、海外がこうだから日本もっていうわけには、ね。そう、本当、ね、いろんな、あの、仕組みのところがあって、私、うん、あの、秋に、ジュネーブの WHO、世界保健機構で、なんか、そこの、こう、まあ、女性の健康と権利みたいなのの担当の先生たちと、ディスカッションする機会があったんですけども、うんうん、で、そこでなんか、 こう、なんか、日本にいると日本は遅れてるみたいなことすごい悪いけど、いや別に日本は遅れてないし、進んでる国はどこもないって言われて、うん、頑張ってねって言われました。<あー> <laughs> どこもないから、そんな感じす国はないよ、みたいな。ああ、そうか。じゃあ、モデルケースもないからこそみんなちょっと二の足を踏んでるというか。<laughs> まあ、そうなもあるんですね。 ただまあ少子化対策として成功してる国っていうのはなかなかないけど、でもやっぱりこう子供を産みたい人が産んで育てやすいようにっていう、まあ支援をしてる北欧型とか、まあ、そういうのは参考にしてもいいかなとは思うけど、うん、でも一方そういう国はね、フランスもそうだけど、税金死ぬほど高いから。うん、あそっか。でも私日本で税金高くするから、じゃあそういうの全部僕たちが 幸福死国家になるよって言われても、全く国がやることを信用してない。ごめ、ねね、んなさい。買う、ね、税金はもう増やしたくないんで、自分たちでやりますって思ってしまうので。<laughs> そうですよね。うん。なんかそっちがやっぱり理想とも個人的には思わないし。んなんかそのいつがやに海外が良くて日本はちょっと進んでないみたいな。 その見方は良くないっていうお話ありましたけど、今までその結構日本のその出産とか中絶をめぐって問題点を結構話してきたと思うんですけど、先生から見て日本のここが素晴らしいっていうとこがもしあったら教えてください。もうね、素晴らしいっていうのはもうみん何と言っても,も世界一お産が安全な国なんです。<laughs> はい、日本はその周産期死亡率とか母体死亡率とか、お母さんが亡くなる率も世界一低いし、赤ちゃんが亡くなる率も世界一低いんですよ。うんえー え。だから、知らなかった。知らなかった。そういうなんですかあんまり知らない気がする。知り合いでお産で死んだ人とか、あんまりいらっしゃらないでしょ、うんですね、もちろん、年間に何十人か亡くなられたり、はい、まあ赤ちゃんもね、もともと病気とかいろいろで亡くなったりする赤ちゃんはいるんだけど、なんか、出産で命を落とすって発想あんまないでしょ身近じゃないでしょないです。ないですね。でも、それこそ別に先進国でも、うん、あの、やっぱり他の国は日本よりは、お産が危険なんですよ。 えー、で、も発展途上国とかだったら、もう普通に、その感染とか出血とかで、まあ250人に1人とか亡くなったりとか、はい、でも1人が何人も産むから、もう<ん>やっぱりお産で亡くなる方っていうのはもっと身近ですよね。先進国で死亡してしまう理由って何なんですかまあ基本お産っていうのはやっぱり出血が一番多いんです。あ、はい。もう、妊娠子宮って、はい。2分間で1リットルぐらい血が流れてるんですよ。えー なんか2分地球からジャーってし3本で、ね、出血するの見てたら1リットルですよ。えー、だから輸血とかが間に合わなかったりしたら心臓そ,そうですよ、ね。人間ってそんなに血の量多いわけじゃないですもんね。ね<ー> <laughs> 日本ってまあ3回の不足とかが話題になってるけど、もうお医者さんも助産師も24時間、うん、みんなで誰かが 病院ともって埋めてるんですよね。で、搬送したりとか。まあもちろんもっといいシステムも考えられはするけど、人海戦術ですごく安全なお産が保たれてるんです。だからやっぱりそこは、これ日本で良かったと。はい、もちろんそのお医者さんがどうとかだけじゃなくて、そもそも衛生的な国だったりとか、物品が手に入ったり、あの、その滅菌されてね、物品が手に入ったりとか、はい、そういうのも大きいし、 国土があんまり広くなくて、近くに山縁があるとか、いろんなあと、妊婦健診も、まあ、あの、そう、イギリスとか、最後まで1ヶ月に一度とかけど、日本だったら、一応毎週最後の方、妊娠、高血圧症候群のチェックとかのために、あの、毎週ね、チェックしたりとかするんですけど、<ー>やっぱり、そ、そういう意味では、こう、手厚くていい環境なんです。ええ<ー>、うん、そうなんだ。 いやその、ロータイメイド法が覆されてから<ー>アメリカとかでもすごい出産の危険性を歌うドラマとかが増えてきて、うん、その昔はその王朝あ、まあ、あの王族のドラマなんですけど、なんか昔はその出産するために、王の子供を産むために、こう、うん、あの、麻酔なしで帝王切開して、<laughs> <laughs> あの、し、あの、奥さんが死んじゃうみたいな、ロシア、まあ、フィクションなんですけど、あったりして、すごいなんかその、まあ、出産がどれだけ命がけでやるのかっていうのはすごい、 あの問、問う作品が増えてきてたので、うん、改めてやっぱ日本にいると、やっぱね、うん、友達が出産で死んじゃったってことは私はなかったので、うんね、そうなんですよ。意外とやっぱ出産って命がけなんですよね。だからなんかもしこれからなんかこの、まあ、出産期医療体制というのを大事にしなかったら、もう当たり前すぎるんですよ、安全な出産がね。それでなんかこの人たち、 の手厚い体制いらないんじゃないのとかってなったら、やっぱりこれから昔は日本でお産で死ぬ人はいなかったのに、なんか、また、なんか亡くなりましたとかにならないとも限らないじゃないですか。うん、だから今あるものを空気だと思わずに、うんうん、こうあ、なんかこれはこれでありがたいんだっていうことも、うん、なんか特に国には認識してほしいですね。うん、変なシステムにして周産期医療体制を潰すような政策を、 なんかやりかねないと私は思ってるので。もう今の政治だと不安ですよね。うん、<laughs> 何が起きるかから。<laughs> なんか人気取りしか考えてないから。あ<ー> <laughs> あ、そうですね。とかにぼろか言ってるけど、本当に人気取りでなんか出産費用、<laughs> 保険適用とかにされたら本当に困る。もうそれは実現。 いや、そのとは言ってますけどね。なんか、奨学金出るみたいなやつはなかったでしたっけ奨学金出産したら奨学金。あ、なんか言う。ああ、なんだっけそれなんか、子供産んだら奨学金チャラにしてあげるよみたいなやつでしたっけそういうのすごい怖いどうなそうだなと思ってて。この先謝れる。いや、ちょっと発想がね、なんかおかしいというか。多分なんか子供産んだら、その間、 働けなくて奨学金が返しづらいからそれをやってあげようとか最初は思ったんだと思うんですけど。でもそれだと比較的恵まれ。今日本にではなんか子供を産む方が割と特権階級じゃないけど、贅沢な階級みたいになっちゃってるから、なんかより。なんか不遇な人は払わないといけないのにみたいになるっていう。 そのね、想像力がないんです <laughs> <laughs> おっしゃる通りです。です <laughs> もう一回みんなで、揉んでおかしいとこないか、うん、なんかみんなで確認してから発表してくれないみたいな。<laughs> 本当ですね。発表されちゃったのかもわからない。どうしこうならなかったのかなって、すごい不思議になることがたくさんありますよね。<ー>女性の体を巡ることはね。 本当今の政治おかしいとなんか、女性の身体をちゃんと大切にしてる政治の中にいないなっていう実感が本当にずっとあるから、なんか、ちゃんとしてほしいな。<laughs> そうですね。まだまだちょっと意思決定層にね、女性が少ないので。うん がね、変わらないとコ、ねね、ールジェーンですよね、まさに。うん、会議室に男性しかいなくて、ね、そこで女性の体のことが話し合われてるっていうのは、うん、これはまさに日本の状況をそのまま映してるようなものなので。そうですよね。うん うんね、すごい、今日はめちゃくちゃいい話を聞けました。もう話があちこっちにて、ね、いやいやいや、でも、<laughs> 本当に出産、中絶、妊娠、いろんな女性のことをね、多分みんな、みんなが経験していくことだから、こうやって改めてお、なんか明、明るく、なんか、話せたのはすごいいい機会になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。 こんな感じでしめますか最後、映画の話にちょっと戻ったりとかしなくて大丈夫ですか今回ちょっと映画の話をほとんどしてないような気もするんですか先生、なんかこの映画の中で何か言い残したこととか感想とかそうですね。なんか思ったことなああ、はもう本当ごめんなさい。全然中絶とか権利とか離れるんですけど、服がオシャレ。 じゃないおしゃれでした。もう毎回めっちゃなんかね。みんな髪の毛すごい綺麗ですね。ェアメークとファッションがすごくて。そうですね。あの、ジョイの服も可愛いし、あとお菓子が美味しそう。美味しそう。チョコチップクッキー。あれなんで手術終わった後にみんなで絶対パスタ食べるじゃないですか。パスタ食べるな。んでパスタ食べるんだ確かに最初パスタなんか下手でまずかった。そう。まずそうじゃい私を聞いてみたいなってましたもんね。あとカボチャパイもね。そうですね。できちゃったもんね。そうでした。 そういう明るい部分はあって、見やすかったかもしれないですね。いや、このなんかね、あの、変な医者も含めて、うん、なんかみんなキャラが立ってて面白かったし。うん、シガニ・ウィーバーとか出てますからね。ね<ー>キャラが強いんですよね、ねそ,それ,そ,れ違そう、ういい <laughs> エイリアの女優さんだから。キャラ立ちが強かったですね。だから、やっぱり今まで中絶とかがテーマにされた映画だと、どうしてもこう暗くなったりしちゃうものだったんですけど、うんうん、この映画は本当に明るく、 でポジティブなのですごい元気がもらえるというか、うんね、今までの中絶を描いた映画のイメージを刷新するような映画でもあったんじゃないかなと思いますね。そうですねまたちょっと別の角度から中絶が絶対に必要なことだっていうことが実感できる映画だったのかなと思いますね。うんぜひ見て欲しいですねコールジェン中絶を歌う 人に言えなくて悩んでる人とか、多分これから、もしもこのリスナーの方、中にいたらなんか、うん、そういう人たちにも、なんだろう、中絶は権利であることをちゃんと、あの、わ、あの、分かっててほしいというか。うん、そうですね。日本だとなんか、すごく罪悪感を過剰に抱かされるような感じになって、もちろんそ、なんか、まあね、赤ちゃんを、 こう、後戻りさせてしまう、うん、あの、ことだから、全く罪悪感がないというのは、それはそれで、うん、あの、なんか、ちょっと違うのかな、うんね、とも思うけど、うん、でもなんか、やっぱりい、い、だかされ方が過剰な気がする。 人に言えないぐらい抱かされてしまうから、うん、結局人とも話せないし、うん、自分の痛みとか経験をシェアできないみたいな状況でもあるので、うん、そうですよね。なんかまあこの映画をきっかけにでもいいからなんか、ねうん、そういうのがもう少しカジュアルに話せるようになればいいかなと思いましたね。うん、ね自分の体を守ることに自信を持ってほしいですね。本当 <laughs> その通りです、ね。<laughs> 日本はね、お腹さっきも言ったように、ね、政治自体が女性の体をちゃんと大切に扱ってくれていないのでまず。うんうん 自分が扱ってちゃんと大切にして精神も変わってくれればいいんですけどね。もっと高らかに叫びましょう <laughs> これからも。<laughs> <laughs> はい。本日ははいありがとうございました。ありがとうございました。孫先生でした。どうも。あ